今日はチームと静岡市の関係者およそ50人が清水魚町稲荷で玉串を捧げて必勝を祈願し、今シーズンの活躍を誓いました。そういうハードワークを書くような選手がいたら、皆さんの方から、知ったしていただけたらいいなと思います。ただそれも全てチームが勝つため、チームが優勝するためのエネルギーだと僕は捉えているので。創設30周年の節目に町全体で強いエスパルス復活を目指します。まさにここは少年サッカー発祥の地とか、本当に地元にこう本当に染みついていると言いますか、血となってこう流れていると言いますかね、そんなような本当クラブだなと思います。皆さんの誇りとなるようなチームになるというふうに僕は思っています。エスパルスは19日土曜日にホームでコンサドーレとの開幕戦を迎えます。ありがとうございました。